さあ、このサポーターのコーナーではガンバ大阪をさまざまな形で応援サポートしていただいている皆さんにスポットを当てをお送りしていきます。第1回目となります。今回はガンバ大阪オイジー横丁で書くことのできない2つの会社、道頓堀くくる白鳩食品工業株式会社の長尾社長、そして元ガンバ大阪の選手でパティスリーブラザーズでもおなじみ株式会社 MKS コーポレーションの崎本常務取締役に登場いただきます。さあ、それでは長尾社長にお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。長尾社長が、このガンバ大阪をね、応援しよう、サポートしていこうと、クールで応援していこうという、いきさつっていうのはどういうところに？いつですかね、大体約10年ぐらい前から、私ガンバサポーターでですね、ゴール裏で思いっきりちゃんと歌ってた人間の一人出してタオルマフラーつけてそう、思いっきりもうガンバ大好きで、せっかく全国からねガンバの試合を見に大阪に来てもらってるのに、もっとなんか美味しいものを提供できたらいいなと思って、ガンバさんの、ホームページに、書き込みで、すいませんがたこ焼きをやってるもんなんですが、どうやればガンバのファンの人たちに美味しいたこ焼きを提供できますかと、いうことでスポンサーのお話を聞かせてもらえませんかと、そこからスポンサーになったといういきさつです。じゃあもう長尾社長自身がガンバ大阪のその食を充実させたいということで、自ら残されたと。そうなんです、ガンバと共に日本一を目指そうということで、そこで、書き込みさせてもらった、そこからのスタートです。ホームではね、ホームサポーターの皆さんももうおなじみなんですけれども、 ありがとうございます。今もうアウェーでもお店を出されてるっていうお話じゃないですか。大阪といえばやっぱりガンバ、大阪といえばたこ焼き、たこ焼きといえばくぐると、こういうふうに言ってもらうために、大阪を代表する、食べ物としてですね、本間門の、大阪の味を、全国のガンバサポーターだけに限らず、サッカーファンの皆さんに楽しんでもらえたらなと思って、出店させてもらってます。これから、我々が応援しているそのガンバ大阪というチームに期待するものであったりってあります？やっぱり、これは多分みんなガンバファンみんな全部一緒だと思うんですけど、もう待ちに待ってる新スタジアム、これを本当に、ガンバとともにサポーターの力で大成功させたいなと。もちろんサッカーも日本一、でもスタジアムグルメも日本一という、そういうスタジアムにぜひしていけたらなと、こういうふうに思ってます。それを期待して、期待および自分たちも頑張ろうと思います。はい、ガンバ大阪を応援する全ての皆さんに最後はメッセージをいただければなと。ぜひ新スタジアムみんなの力で、日本一のスタジアムを作り上げましょう、サッカーもスタジアムグルメもガンバが日本一間違いないと、頑張りましょう。さあ、続いてはパティスリーブラザーズ崎本常務です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、お話をお伺いさせていただきますけれども、まずは我々も応援しています、サポートをいただいているガンバ大阪、こちらをサポートしていこうという、いきさつというのをちょっと教えていただきたいなと。私が2001年から2003年ガンバでプレーさせていただいてまして、でやはり出場機会に恵まれない中でも本当にかなりたくさんのサポーターやファンの方に、お声掛けいただいて、でもう本当にその頃の思い出が、応援していただいてた思い出が非常に僕の中で強くありまして、でガンバを退団することになり、こういうお菓子、洋菓子業を始めるにあたって何かその当時のファン、サポーターの方に、自分が何か恩返しすることができないかなというところで、今回、ガンバ大阪のスタッフの方といろいろ話し合いさせていただいて、でスポンサーをさせていただくことになりました。また佐久本さん、今こちらにもありますけれども、フォー大阪ドリームボックスということで、新スタジアム建設に向けて、こちらをご購入いただくと、売上の一部が寄付として回されるという、こういった取り組みもされてますよね。そうですね、もう私たちはやはり大手企業様のように、大きい額の寄付をやっぱりすることができないので、そういった時にやっぱり私たちは何ができるかって考えた時に、やはり一人でも多くの方にこのみんなで作るスタジアムっていうものを知っていただくきっかけを作れば、僕たちのそういうことが自分たちの役目なんではないかなというところで、今回このような形で、販売させていただくことになりました。ぜひこの番組を
ご覧いただいている全国のガンバ大阪サポーターの皆さんに改めてメッセージをいただければなと。はい、まあ、ガンバ、のスタジアムの維持横丁でもこちらの、スイーツ、提供しておりますので、ぜひ、スタジアムに、ご来場の際はお立ち寄りいただければなと思います。